甲州市塩山、大藤地区で桃農家をしています田中です。初めは母親が畑で怪我をして、まあ、僕サラリーマンだったんですよね。でサラリーマンだったんですけど、急遽も畑をやる人間がいないんで、急遽会社にまあ、ご無理を言って収納させてもらうことになったんですけども、で今年で丸々8年という経過です。まあ、大藤地区っていうのは大藤流っていう桃の仕立て方で有名なんですけども、まあ、私の場合は先輩の方にいろいろ聞きながらまた勉強させてもらって、今やってるわけなんですけども、全部のその作業がどれって言って簡単な楽なものはないんで、ですけど冬の剪定から始まり、寒い中ね剪定して、その後即適来作業に入っていくんですけども、米粒みたいな小さいような桃の実ですね、花芽というかそのつぼみですね、それが適来っていう少しずつ取っていくっていうような内容なんですね。まあ、そういうようなものがもう1月の後半ぐらいから早ければやりだすと。で結局収穫が6月の大藤の場合は6月の20日ぐらい、それまではもうほとんど休みなしでもうやっていくというような状況です。まあ、これだけの量をね吊るすにはやっぱどうしてもやっぱ水だけだとねやっぱ桃も大きくなりませんし、やっぱり人間がね生きていくためにはやっぱりいろいろ食べなくちゃいけないというような内容もあるし、だからそういうようなこともあってやっぱ桃も肥料をやっぱねやっていかないとやっぱ大きいものは作っていけないと。どうしても今日取って翌日市場へかけて、で市場から今度その仲卸でお店の方に出た時に、そうすると3、4日かかっちゃうんですよね。どうしてもお客さんのところに行くのが4日ぐらいかかっちゃうんで、まあ早くても3日ですか、まあそんくらいになると思うんですけども、まあ現地来てもらって本当食べてもらうっていうのが一番ね嬉しいと思うんです。まあ、その全部が美味しいっていうね桃を作っていきたいな。まあ夢といってもこういうふうにもう私もサラリーマンを辞めてもうこの専属で専門で農家をやるようになりましたんで、まあ、どうしてもまずい桃なんていうのはね作る気持ちもさらさないあれですけども、みんなが食べておいしいっていうようなね桃の品種が夢としては11品目あるんですけども、まあそれをちょっともうちょっと増やして新しい品種が出てくれば挑戦してみたいなっていう、そういうのはありますね。